皆さんこんにちは、長谷川エレナ智美です。今日はインタビューをしてみたいと思うんですが、私の隣にいる美しい女性はですね、ニッキア代表、ワールドビューティーカレッジ代表、レディユニバースジャパンの運営代表の樋口千沙さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、なんかすごいビューティーな感じなんですけどちさちゃんは、ちさちゃんと呼ばせてもらおうと思うんですけれども、はい、今ミスコンとかね、たくさん出場してグランプリを取ったりして、今指導なんかをしてるっていう風に伺ってるんですが、はい、そうなんです。はい、ちさちゃんのちょっと簡単な自己紹介してもらっていいですか。はい、今ともみさんにもご紹介いただいたんですけれども、うん、ミスコンにまつわるビジネスをしていまして、うん、先ほどのニッキアというのがインポートドレスショップですね、うん、主にミスコンの子であったりだとか、あとパーティー用のドレスなどを扱っているドレス、ネットのドレスショップになります。今日着てるお洋服とか、あ、そうなんです、実はこれも、ね、そうなんです。すごいなんかこう海外のこうセレブとかモデルさんが着てるような衣装みたいなお洋服着てるから、すごい私実は好みで可愛いなって思ってて。 ありがとうございます。すごい、まあ、アパレルもじゃあやっていたりとか、あと最近スクールも立ち上げましたよね。はい、そうなんです、うん、それが先ほどのワールドビューティーカレッジというものなんですけれども、うん、世界的な世界基準の美的教養を身につけるということで立ち上げたスクールになります。うん、はい、すごい、まあ、いろんなことを他にもしてるんですけど、じゃあ徐々に聞いていきたいと思いますが、私とちさちゃんは、はい、今出会って何年ぐらいだろうね。私上京してきてすぐにともみさんのセミナーに行ったんですよ。そう、最初ちささんセミナー来てくれたんですよ3年4年いや、もっと前ですね。もっと前、多分5年くらい前じゃないかなって思うんですけど、うんうんうん、そっかそっか。その後に私が社団法人をね、はい、フェミニンリーダーズっていう女性の起業家のこう社団法人をやっていたんですけど、その時もねメンバーとして活動してくれて、それからのご縁なんですが、ね、なんかあの頃から、はい、まあ、多分一緒に社団法人やってた時に、ミスコンに出場し始めたくらい、ね、そうですね、ちょうどその頃だ。あれが何年前、なのでもう3年前ですよね。うん、3年前に、はい、多分フェミニンは私が上京して、うん、トモミさんの初めて、うん、行ったセミナーの1年後ぐらいだったんですよ。あ、そっかそっか。はい、なんかミスコンに出場するこうきっかけとか、うん、何があったの。私は、うん、まあ、元は大学の時に社会学の講義をの授業があった時に、まあ、ミスコンを社会学的な視点で見るっていうような授業があったんですけれども、その時に、まあ、見たドキュメンタリーみたいなものが、まあ、私の中で結構、うん、衝撃を受けたというか、ミスコンのなんかビューティーキャンプみたいな、ね、そうなんですよ、1日にもう密着っていう形で、彼女たちのこう私生活であったりだとか、彼女たちのこう思考、まあ、意識だったりだとか、うそういったものを見ることがあったんですね。最初に出場したのは何の大会だったの。一番最初はミスグランドジャパンという、うん、最近すごい大きくなってきてますね。そうなんですよ、うん、コンテストなんですけれども、その時がちょうどフェミニンの時です。あ、私も実はファイナルのステージ見に行きました。そうです、ともみさん、そうだ、来てくださってたんですよね。知り合いのなんかいろんなつながりがあって、友達が主催していて、そしたらちさちゃんがね、ファイナリストとしてステージウォーキングしてえっみたいな、さちゃんみたいな出来事があったんですが、あれから、何個ぐらい大会は出てるの。私結局その大会合わせて1年間で5個出てるんですよね。世界大会も合わせて、国内大会も合わせてなんですけれども、なんかこうミスコンに出て何が変わりましたか。ミスコンに出て一番変わったのは、やっぱり自分のこの見せ方みたいなところが分かるようになってきたかなとは思いますね。最初はやっぱりこう自分に何が似合うのかとか、自分 の、 そのメイク、まあ、立ち振る舞いもそうなんですけれども、あとまあこうキャラ設定って言ったらちょっと言い方おかしいかもしれないですけど、この私っていうこのアイデンティティをこう外に出す時に、まあ、どういう出し方をすれば一番伝わるのかっていうところもすごく
見えてきたかなと思いますね、一番最初に。ちなみにちさちゃんのキャラ設定は私は聞きたい。私も見ての通りなんですけど、うん、結構、うん、笑いに逃げちゃうんですよ関西出身だしね声もなかなか、そうなんです、ドスが効いてて、はい、そう、そうなの。でも昔から、そう、出会った頃からすごいなんか自信、いい意味でね、自信があるように見えたし、うんうん、すごい堂々としていて、すごい積極的アクティブなイメージだったんだけど、なんか何をこう、ま、一番学びましたか。ミスコンで一番学んだこと、うん、なんだろうな、やっぱりでもこの自分、うん、やっぱりミスコンの大体テーマになってくるのって、うんうんうん、みんな大体ぶつかる壁って自信なんですよ、うん、最後自信、ね、行くところって、ねね、やっぱり、まあ、ともみさんも、うん、まあ、人の前に出るような仕事をされてるので、うん、あると思うんですけれども、やっぱりこの自信でどっかでいつかこうやってると、うんうん、誰しもはぶつかるじゃないですけれども、うん、あるんですよね、うん、なのでそこをまあ一つ自分の中でクリアできたっていうところは大きかったかもしれないですね、うんうん、でもほらね、世界とかいろんなこう美女たちが、ね、いる中で、あとほらみんな英語とか、まあ、日本ね、しおちゃんも参加すると思うけど、なんかそういう中でやっぱ自信喪失する機会ってすごい多いじゃないですか、うん、もう逆に私ボッコボコにされるためにミスコンに出たようなもんですからね、でもそこから、でもそれで本当に挫折しちゃう方もいると思うし、はい、実際これがミスコンじゃなくても、うん、やっぱりこうね、自分でこうなんかビジネスするんだって、例えば社会に出て、うん、始めてもやっぱりいろんなこう、ね、自信を喪失して辞めちゃう方とかもういっぱいいると思うんだけど、うん、はい、もう自信ってどうしたらつけるの、つけられるの。もう私こればっかりは、うん、バカズなのかなと思うんですけれども、ともぴさんもあんまりこう前で喋られるの実は苦手とおっしゃってたんですけれども、やっぱりこう数をこなしていくうちに、まあ慣れるっていうところもあると思うんですけれども、まあ自分の中で何かこうコツって出てくるじゃないですか、自分の中で。でそれのその経験の積み重ねが自信に変わるっていうところは一番大きいのかなっていうのは、確かに、なんかこう回数を重ねるのも大事だし、うん、回数を重ねる中でやっぱり意識的になって、うん、今回できなかったことを絶対これを次をできるようにしようっていう意識で、うん、やっぱそれを繰り返していくと絶対できるようになったりね、自信にそれってなってきますよね、うん、そうですね、うん、なんかこうやっぱり私も世界海外すごい好きでたくさん行く中で感じるのが、うん、その、ま、全世界的にその自信を持つっていうのはすごくテーマだと思うんだけど、うん、中でもやっぱり日本人の女性ってすごく自信がない子が多いじゃない。そうですね。あとこう堂々と振る舞ったりとか、うん、ちょっとこう恥ずかしいみたいな子も、うん、いると思うんですけど、なんかそういう日本人女性にアドバイスをするとしたら、はい、私が、まあ、ミスコンテストもなんですが、まあ、普通にこう、うん、まあ、日常生活の中で女性を見ていて、うん、気になったのは、うん、なんかそれってあなたの選択なのかなっていうとこ、うん、そこに自分の意思がちゃんとあるのかなっていうのを疑問に思うことは多々ありますね、うんうん、例えばなんかどんな時に思います？例えば、うん、流行りの服、流行の服とかが顕著だと思うんですけど、うんうんうん、みんながあれ着てるから、うん、じゃあ私も着ようとか、なんだろう、こうみんなでと一緒っていうことが安心しちゃってるような、うん、なんか日本の風潮としてね、うん、なんかありますよね。そうなんですよね、うん、まあ、集団性、うん、集団意識が高いっていうところは世界的にも見ても結構メリットはあると思うんですけれども、うん、ただその反面でこう個性がちょっと弱まるかなというふうに思ってるので、なんだろう、まあ、誰かに言われたから流行りだからとりあえずじゃなくて、自分が着たい、自分がこれを着たい、自分にはこれが似合うって、こう何かちゃんと自分の中から出てきた根拠があって、その意識に基づいて選択をするっていうのは、まあ、大事なんじゃないかなと思うんですけどね。そうですよね。いや、本当全く私もそう思うんだけど、なかなかその自分の魅力がわからないとか、その個性を出すって言ってもどう表現していいかわからないっていう方も多いと思うんですけど、そういう方にアドバイスするとしたら、私が思うのは、その表現な
表現の仕方がわからない、うん、なんかちょっとまたシビアな言い方になっちゃうかもしれないんですけど、うんうん、私それやっぱり調べてないだけだと思うんですよね、うん、自分について、ね、自分のリサーチ的に、ね、そうですね、わかるわかる、うん、なのでそれこそともみさんも普段からこう自己対話だっていうことをおっしゃってると思うんですけれども、うんうん、あの自分がまず何が好きか、うん、で好きと自分の似合うってまた違うと思うんですね、うんうん、でその中で落としどころを作っていくとか、うんうん、まあ、いろいろあると思うんですけれども、うんうん、まず情報収集する、うん、で自分がまず何が好きなのか何が似合うのか、まあ、こういったところを、うんうん、あの明確にしていくっていうところは、うんうん、あの別にこれファッションとかメイクだけじゃなくって、うんうん、何にでもそうかなって思うんですよね、うん、仕事でもそうだと思うんですけど、例えばじゃあお洋服とかメイクとかの情報収集って言ったら何、うん、どういう風にするのがおすすめですか？もう今はあのインスタが、ね、うん、あるので、ね、あのハッシュタグで自分の気になるキーワードってあるじゃないですか、うん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 、あの服の形でもあのカラーでもいろいろあると思うんですけど、そういったのをまずあの見ていく、で見て何か感じたもの、うん、で、まあ、それこそ今なんか保存機能もありますよ ね、うん、ありますよね、で、うん、そういった後でこう見た時に自分がこういうのを選ぶ傾向にあるとか、うん、あ自分ってこういう服が好きなんだとか、うん、こういうメイクが好きなんだっていう、うん、なんかそれ自分集みたいなのが、なるほど、ね、うん、出てくると思うんですよね、うん、まあ、ある意味こうビジョンボードみたいな感じのいろんなねお洋服とか、うん、なんかライフスタイルとかいろいろあったらいいですよね、うん、なるほどね、まあ、見た目もそうなんですけど、あとほらちさちゃんやっぱりこうマインド的なビューティーについてもたくさんお話してると思うんですけどなんかそのマインドとかその意識の部分でなんかアドバイスする、はい、なんか一つじゃあ、うん、皆さんが取り入れてこう魅力アップするとしたらどんなことがありますか？どうなんだろう、自己解決能力じゃないんですけど、これなんかこれ言っちゃうと人に頼っちゃダメみたいな聞こえにするかもしれないんですけど、そうじゃなくって自分の中で例えばコンプレックスってあるじゃないですか、で自信の邪魔になってるもので結構コンプレックスって上がってきやすいんですけど、他人と比べちゃうとか、でそのやっぱり何か一つの中でコンプレックス、まあ、一つあるとそこにこう引っ張られがち、気持ちが、でそれで自信がなくなるとか、もう私ってダメなんだとか、まあ、こういう気持ちになりやすいんですけれども、このコンプレックスってまあ、生まれ持ったものであれば、もちろん後から変えていけるものもあるんですけれども、例えばまあ身長とか、まあ今はまあね整形とかもあるんで、まあその手段は問いませんけれども、まあ解決しやすいものと、まあなかなか難しいものがあると思うんですけれども、やっぱりなんだろうね、どっちにしても自分の中で落としどころを決める、自分はこれでも自分なのだっていうところと、あとそのコンプレックスがあるんだったらそれをカバーする長所が、を磨くっていうのが一番大きいかなと思いますね。例えばちさちゃんがコンプレックスに感じてたことと、はい、それをこうカバーするプラスの自分のポイントって何だと思いますか？はい、ですね、私特にまあミスコンでは身長が、ね、161センチしかなかったので、まあ、基本170センチ以上はないと、ミスコンって難しいって言われてるんですね、なので、まあ、160センチってもう10センチもまず ね、ないのでそうなるとこう身長で他のミスと、ね、対等にいけないので、そうなるとウォーキングの技術であったりだとか他の部分をやっぱりこう磨いて審査員のこう目を引くじゃないですけれども覚えてもらわないとっていうのがあったので、ウォーキングはすごく練習しましたね、ミスコンの時には。ちょっとこうやっぱり自分の特徴とか体のラインを生かすような、まあ、ちょっと技術があるんですけれども、そういったのをやってましたね。なるほど、そうウォーキングとかもね普段教えてるんですよね。そうなんです。やっぱりその体型とかに合わせたまあものでちょっと違うと思うんですけど、なんか皆さんに共通することでウォーキング、なんか歩き方気をつけることってありますか？ですね、まあ、ちょっと技術なので、うん、カメラの前で言える範囲がこう、ちょっと限られちゃうんですけど、ショーウィンドウは結構活用できるんじゃないかなと思っていて、街中は歩いててウィンドウショッピングする時もあると思うんですけれども、その時ってやっぱ映るじゃないですか、自分の顔が、はいはい、でその時の姿勢も意外とパッとこうふと
不意にこう見た時って意外とこうなってたりとかするんですよね。なのであのやっぱりこうちょいちょい、ね、ガラスに映る自分でもいいので、まあ、確認していくっていうのがあの普段からできることじゃないかなと思いますね。確かに何かこう写真撮りますとか、うん、やるとみんな綺麗にしてても、うんうんうん、こう意識してない状態の時は結局素の状態じゃないですか、うんうんうん、ね、なんかふと歩いてパッて見て私こんな疲れた顔してるとかありますよね、うん、本当たまに気をつけなきゃって、ね、私も意識してます。そっか、なんかあとはその見せ方の部分で、うんうんうん、まあ、その意識的に何かできることなんかプラスアルファのアドバイスとかありますか？見せ方、あの、うん、外見のところですよね、うんうんうん、あのやっぱり見せ方で一番ポイントなのって、うんうん、私鏡だと思うんですね、うんうん、鏡を使って自分をいかに、まあ、多角的に見るかじゃないですけれども、うん、あの基本みんなあの鏡見た時って自分の真正面から見ることが多いと思うんですけれども、そうじゃなくて後ろ、まあ、合わせ鏡で見たりだとか、あと自分の後ろ姿って意外とあの盲点で、あの気を使ってる方は結構気を使ってると思うんですけれども、あの本当に全然意識されてない人っていうのは一発で逆に出ちゃうんですよね、背中って。う、ね、うん、前はよくなんか綺麗に見せてて後ろがすごい猫背とかもありますよね。でやっぱりこう人ってどこからでも見られてるので、うん、絶対ここからしか見られないってことはないので、うん、あのそういったところで、うん、あのまず人に見られてるっていう意識を持つと、うん、あの自分の気を使うところポイント、うん、あのメイクでもヘアでもファッションでも変わってくるんじゃないかなって思いますね、うんうん、なるほど、うん、そうか、見せ方もそうなんだけど、その表現っていう意味では例えば話し方とかも結構大きい要素だと思うんですけど、うん、そうですね、なんか話し方でアドバイスとかありますか？私は、うん、あのうまく喋るっていうことよりも、うんうん、こっから出る言葉なのか、うんうんうん、あのこっから出てるのか、うんうん、ここだけなのかっていうところを見るようにしてますね、うん、あの自分も伝えるときはそれをこっから出る言葉で伝えるようにしてるし、逆に相手のが本当にそうどう思って言ってるんだろうっていうときも、相手の言葉がどこから出てるんだろうっていうのは結構確認しますね、うんうん、それをこう見抜くポイントとか、どうだろう、もうこれってなんか感じるものだと思うんですけど、うんうん、意外とあの一生懸命は、うん、なんか上手じゃないんだけど一生懸命喋ってる人ってやっぱ伝わっちゃってるんですよね、うんうん、あのそんなになんか噛んでばっかりだったりとかしても、うんうん、あの逆に淡々と感情の読めない会話をされても、うんうん、逆にその人の人間性って見えないじゃないですか、うんうん、あとなんかこう人前で話す時とかも原稿暗記とか読んだりしちゃうともう全然こう心が入らないじゃない、うんうんね、だから下手でもいいから本当に心にあることをやっぱり伝えるってすごい大事ですよね。そうですね、うん、もう私はあのミスコンでも基本的に思ったことしかスピーチでは言わないようにっていう指導もしてるんで、うん、もちろんやっぱりみんな飾ってあでもないこうでもないって つけたがるんですけれども、あのちょっと聞こえの耳障りのいいようなそんな綺麗事ばっかり並べても意外とそういうとこって聞かれてなかったりもするから、本当に自分からこう心から出てきた言葉で伝える、うん、っていうところじゃないかなと思うんですけどね。それがやっぱできるようになるには、うん、その自己対話的な感じで、そうですよね、やっぱり日々していくっていう感じですか、うん、やっぱりそこに、うん、あの人言葉に乗せる時って、うん、自分が思考した、うん、やっぱり一部じゃないですか、うんうん、じゃあやっぱりここでどれだけ思考して感じて、うんうん、っていうのがないと、うんうん、ここの言葉に持ってこれないんですよね、うんうんうん、なので思ってることはあるだけど、うん、なんかちょっとどう言って言ったらいいかわからないっていうのと、うん、全く何も普段から考えてなくてどう言ったらいいのかわからないのは違うぞ、うん、みたいなところはありますよね。確かに、でもしかもそれをちさちゃんはこう自分もたくさんやってきて自己対話もしてきて、うん、いろんなパターンもわかるから、うん、人のパターンを見た時にあ今これだとか直感的にわかるまあ私もそうなんだけど、うん、あのいろいろ多分試行錯誤して自分がトライしてきたっていうことですよね。そうですね、やっぱり自分も、うん、あのいろいろ考えましたよね。まあ、
かね、うん、私も、まあ、多分伝えてる普段伝えてることとすごくリンクする部分があって、まあ、今日はそれで依頼もしてるんですけど、うん、そのなんか自分と向き合うって、まあ、あの例えば自分に質問してなんかこう書き出したりとかもそうだし、うん、例えばそういうなんか鏡を見るとかもそうだと思うし、なんか普段その自分と向き合うことっていうのをどんな風にさちゃんはなんか1日とか1週間とか、うん、なんか決めてやってることとかはありますか？私、うん、結構携帯のあのメモ使っちゃいますね。一緒一緒。あ、本当ですか？やっぱり私もめちゃくちゃ良かったです。私だけなのかなと思ったんですけど。昔はノート書いてたけど、うん、なんか手軽だしね。そうなんです。その時にパッて思ったことを忘れないうちにこう書きたいっていう時は結構メモ使っちゃうんですけど、その時に、うん、あ、私これに対して今、うん、ちょっと引っかかったなっていう、このこと、この言葉に引っかかったなっていうのと、それ悪い意味です、ですね。で、逆によく、いい時も、あ、こんな伝え方があるんだとか、思ったことは結構メモしてますね。もうすぐじゃあメモして。そうですね。あの、それで、あの、その日のブログに書いたりとか。あ、そっかそっか。ブログ自体も結構自分のこう整理になりますよね。そうなんですよね。書くっていうことがすごく。アンテナ張ると意外と見えてくるものも多いですよね。なんかすごい、もうでもちさちゃんとやっぱ話しててもやっぱり自分の中に本当に心の中に思うこととか、たくさんここにやっぱあるからたくさん出てくるんだろうなっていうのが、ね、話しててすごい気持ちいいなって思うんだけど、あのこれからなんかちさちゃんがやっていきたいことというか、まあ今計画してることでもいいんですけど、なんかありますか、ビジョン的な。今後ですね、まああの、ちょうどその先月、先ほど の, あのワールドビューティーカレッジという、あのスクール、美のスクールを立ち上げたので、まあ、今はね、そっちの方を、あのちょっと力を入れていこうかなとは思ってるんですけど、意外と私、あんまりこうビジネスであれしたい、これしたいっていうのがなくて、あえて、まあ、プライベート的なことで言うと、あの海外と日本のデュアルライフみたいな、これができたらいいなとは思うんですけれども、今もでも実際すごい海外、まあ、ミスコンもあってだと思うんですけど、たくさん行ってるよね。そうですね、今月もまた、あのオーストラリアに行くんですけど、じゃあこれからもでもそういう女性の、そうですね、女性の、あの女性、まあ、日本人女性の方のこう魅力を引き出していくじゃないですけれども、そういったことをメインでやっていきたいなと、はい、そのビューティーカレッジは一般の方でも参加できるんですか？あ、はい、大丈夫です。あの、コースに分かれてるので、あのそういうページェントミスコンテスト対策 の、あの専門のコースであったりだとか、あとはあの、まあ、一般の方や、あと経営者の方とか、こう人前に立たれる、あの仕事をされてる方、まあ、ある意味ちょっとこう、イメージコンサルのなんかもっとこう全体的な感じみたいな、ね、そうですね、あのアウターもインナーもという形で、あのちなみにうちのスタッフ研修でもちさちゃんにお伝えしたのでぜひよかったらホームページチェックしてみてください。何か最後にメッセージなど今日の感想でもいいんであれば。いや、でも本当に何だろう、私も結構ともみさんの、もう本とか全部持っちゃってるんですけど、あのすごい考え方が好きで、あの、まあ、自分のやりたいことを自分の軸、自分の軸で生きるっていう形で、あのみんなに広く伝えてると思うんですけれども、やっぱりともみさんも最初からこの多分答えに行ったわけじゃなくて、いろいろああでもないこうでもない、こっちかなあっちかなって、こういろいろ自己対話を通して今の、まあ、ともみさんの美があるんだなっていうのをすごく私も感じていて、まああのなんだろ う, こう美って形がないじゃないですか。で、形がないものを、まあ、ミスコンで言うと、その形がないものをこう多角的な視点で審査していくコンテストになっちゃうんですけれども、やっぱりその形がないからこそ自己対話で自分で作っていく必要があるんだなっていうのを思っていて、まあ、それはもちろんともみさんがお伝えしている内容もそういうことだと思うんですけれども、自己対話で自分の中の自分軸に従ってっていうところだと思うんですけれども、あのこれからもそういう女性が自ら自分の意思で考えて答えを出して自分の美っていうの
を確立していけたらすごいいいなと思います。そうですね、なんか本当にまさしく私のビジョンともすごくリンクするので、ぜひこれからもまたいろいろご一緒するかもしれないので、はい、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。皆さんありがとうございます。